団長殿、バレンタインのお返しだ。受け取ってくれ。驚くかもしれねえが、そいつは手作りなんだぜ。味は保証する。菓子作りの過程をしっかりと監視し、味見もしたから間違いない。聞いてくれよ団長殿、サンのやつ味見とか抜かしてしこたま食いやがったんだぜ。危うく団長殿の分も食べられちまうかと焦った焦った。年がいもなく浮かれちまったが、こういう行事を大切にすることはわしにとって癒しであり善行だ。毎年精一杯思いやりを注いで菓子作りに励むからよ、楽しみにしてくれよな。